さんこんにちは、藤間です。今日も仮想通貨ニュースとビットコイン、イーサリアム、リップルのチャート分析をしていきたいと思います。はい、まずね、今日は、皆さん多分気づいてると思うんですけども、ビットコインがね、久しぶりに、日本円で400万円を超えましたということで、素晴らしい上昇がありましたね。まあ、昨日も上がってきて今日もね、続伸したっていう動きになっております。ドル建てではね、2万9000ドルちょっとぐらいまで、一時期行きました。で、これがね、なんでこんなに高くなったかっていうと、まあ、いいニュースがね、今日ね、続々と出たんですよ。まあ、これをしっかりね、解説していきたいと思うんですけども、まあ、一つはね、先日の、ブラックロックの現物 ETF の申請とかですね。ブラックロックってところは、576ぐらい、ETF を申請してきて、1回しか跳ねられたことがないところなので、まあ、結構ね、そのビットコインの、現物 ETF が実現する可能性が結構高いぞっていう期待感があったんですね。まあ、それでまあビットコインが強く買われていってるっていうのが、まあ、ここ1週間ぐらいの話なんですけども、まあ、それに加えて、他のね、会社も今ね、続々と、ETF の申請に向けてやってると。一つは、ウィズダムトリーっていう会社で、まあ、この会社も結構大きな、投資の運用会社になりますけども、そこも、現物 ETF を申請したっていう話が出ております。で、もう一つは、噂なんですけども、フィデリティっていうね、まあ、皆さんも多分結構聞いたことある、めちゃくちゃでかい、資産運用会社も、今ね、ETF を、現物の ETF を出そうということで、まあ、申請しているっていうのがね、まあ、ツイッター上の噂でありました。これは、まあ、ツイッターで、まあ、割と近しい人から、フィリティを準備してるんじゃないかっていうところで、まあ、ツイートがあって、まあ、ちょっと拡散されているってことで、まあ、噂レベルであるんですけども、今ね、3つの会社が、その、現物 ETF を申請しようとしてるってことで、まあ、交換しようされているということですね。まあ、今までアメリカで現物 ETF 出たことないので、まあ、もちろんね、それが登場すると、まあ、アメリカの大きなね、株式のマーケットから、ビットコインに対して、まあ、お金が入ってくるということは、まあ、ビットコインが、まあ、長期的にね、上がりやすいっていう状況になるので、まあ、それで現物買いを中心に上がっていったっていう感じなのかなと思います。で、実際、これ、ロングとショートのロスカットの大きさを表します。緑がロングのロスカット、下がショートのロスカットなんですけども、まあ、一応昨日のね、上昇で結構ロスカット発生してはいますが、まあ、それでもね、4月25日あたりのロスカットに比べると小さくて、まあ、めちゃくちゃね、その焼かれたっていう感じでもないっていうかね、ショートがめちゃくちゃ入ってたわけではないかなっていう感じです。で、それについて、クリプトカウントのキーユンジュ CEO も、ショートスクイーズは限定的であって、腰の入った現物の大量買いが相場の上げを先導しているってことで言っております。なので、踏み上げ余地の燃料はまだ残されているって見解を示しております。うん、そうだね。僕もそう思います。あとは、ビットコインドミナンスが、まあ、2年ぶりの 50% を超えたっていうのが、まあ、結構大きなニュースになってますので、まあ、それでやっぱりビットコインがしばらくね、一強なのかなっていうムードがあって、まあ、いわゆるアルトドレイン現象って言ってね、アルトコインから資金が抜かれてビットコインに回ってくるっていうね、過去も、ずっとこう、バブル崩壊後の、まあ、軟調な相場でも何回も確認された現象、アルトドレインですね。まあ、これが起きてるので、まあ、そろそろビットコインが上がって、まあ、で、ビットコインの半減期が終わったぐらいからアルトコインも上げ出すみたいなね、まあ、そういう準備を、まあ、整え始めてるんじゃないかなと思います。なので、まあ、まだ半年ぐらいは、まあ、ビットコイン一強だと思うんですけど、まあ、来年からはアルトコインも結構強く跳ね上がってくるのね、ムードになりやすいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、あとね、今中国の動きが結構注目されてます。で、中国では特別自治区の、香港で、まあ、先日ビットコインとか、まあ、メジャーなね、アルトコインだけは、個人投資家に向けて、まあ、取引が許可されています。まあ、それは、今月ですね、ほんと6月の最近の話なんですけども、その点について、ビットメックスの、アーサー・ヘイズの CEO ね、元 CEO は、中華圏の投資家は香港証券取引所に上場するビットコイン ETF を買っていると。あと、為替市場で中国や日本の輸出競争力をめぐる、まあ、通貨戦争が勃発する中、紙幣の大量印刷が進めば、まあ、人民元の下落を招き、中国富裕層は資本を移さざるを得なくなると。まあ、今ね、まあ、日本とか中国今バチバチにやってますよね。なんだっけな、まず関税の問題で、まあ、中国がかけている特別な、まあ、関税が、違反しているということで、国連関連のね、機関に申告したりとかしてて、まあ、ちょっと通貨戦争っていうか、中国の人民元が、まあ、ドルとかに対して弱くなってるっていうのがあったりとか、まあ、その貿易摩擦みたいなのが起きています。で、人民元を大量にすりまくると、まあ、中国の富裕層は人民元を果て放してドル買ったりとか、ビットコイン買ったりとかっていう風にするんじゃないかというね、ことが、まあ、言われていました。はい。で、あとは、アメリカの、ウォール街の大手、フィデリティとかが、出資する EDM マーケッツっていうね、EDXM っていうのが、できるということらしいです。なんかこれは、そのフィデリティとかを出資した会社が、合同でやって、まあ、つまりその元々は株式市場メインの、まあ、資産運用会社とかが、まあ、資本を集めて、仮想通貨取引所をやろうとしていると。
いうのがあります。まあ、これは、もしかしたら、まあ、将来的にはコインベースとこうバチバチにね、ライバルになるのかもしれないんですけど、まあ、こういうウォール街の会社が仮想通貨取引所やろうっていう動きが出ているっていうのが、まあ、結構好感されて、まあ、これも、上昇のようになりました。そんな中、グレースケールの投資信託のビットコイントラスト、GBTC が、今までずっとディスカウントがね、結構広がってました。1BTC に対して GBTC の方が安いっていうディスカウントがまだあるんですけど、まあ、それでも急速に縮小していて、1日で 11% くらい価格が急騰していますと。で、しかも出来高が去年11月以来の水準となる、まあ、1000万ドルを超えていますということで、このね、GBTC はその仕組みが問題で、いわゆるクローズドエンド商品って言ってね、GBTC と、まあ、ビットコインは本来は同じ価値であるというね、まあ、位置づけで本当は出すんですけども、GBTC をビットコインに交換できないんですね、クローズドエンド型の商品っていうのはね。で、そこが問題で、今オープンエンド型に切り替えようということで、まあ、SEC とかに申請してるんですけども、それが承認されていないっていう状態なんです。だから、じゃあビットコインと同じ価値ないじゃんってことでディスカウント状態になってるんです。でもそれが、だんだんね、こう、縮まってきている。一時期 40% くらいディスカウントしたんですけど、それがね、少しずつ縮まって、今 20% くらいだったかな。それぐらいまで上がってきているっていうのがあります。もう一ついいニュースが、ドイツ銀行といえば、まあ、世界的なメガバンクなんですけども、そこがデジタル資産のカストディサービスを運営するために、まあ、ドイツ当局に許可を申請したっていうことが報じられております。で、ドイツ銀行の、まあ、責任者によると、私たちはデジタル資産とカストディ事業を強化しているところだと、デジタル資産事業ライセンスの申請をドイツ連邦金融監督局に提出したと述べています。で、このような動きは法人銀行部門における手数料収入を増やすための、まあ、一環と。まあ、いろんな商品持った方がね、まあ、それだけ手数料をいろんな会社が取れるから、暗号資産もやっていきたいということですね。うん。で、あと、ドイツ銀行はですね、過去にもビットコインに関するレポートも公開していて、まあ、ビットコインは将来、10万ドルには到達するっていうレポート確か出しました。まあ、今で言うと1400万円ぐらいかな。結構その銀行がビットコインの価格を予想するのって結構珍しくて、あといくつかの銀行しかやってないんですけど、まあ、ドイツ銀行はま、割とその10万ドルってね、今より全然高い金額でま、出してた。で、まあ、ちょっと仮想通貨に近づこうとしている銀行の一つであるのかなと思います。で、そのレポートの中でも、ビットコインは無視できない規模に成長しており、課題としては取引量が限られているってことを述べていました。はい。で、今回の申請対象はカストリー事業のみなのか、まあ、他の仮想通貨関連事業、まあ、取引所を運営するとか、まあ、そういう詳しいことについてはまだあんまり明らかにされていませんってことでした。あと、バイナンスがですね、ビットコインの取引を向上させるために、ビットコインのライトニングネットワークのノードを実装しましたっていうことのニュースになっております。これね、僕すごい、写真気になるのは、これバイナンスを運転してる、このビットコインが乗ってる車、多分これヤリスクロスじゃない、GR ヤリスだと思うんですけど、これなんで GR ヤリスなのかなと思う。ラリーだからってこと。うん、なんかね、なんでトヨタの車なんだろうって思いました。で、それから全然関係ないですけど、で、ビットコインライトネットワークってのは、ビットコインの、まあ、ネットワークが今混雑してます。まあ、オージラズ出たりとか、あとビットコインの NFT とか活発になってて、まあ、かなりその、取引手数料も上がっているし、まあ、処理も遅くなってるっていうのがあるんですけど、ライトニングネットワークってのは、レイヤー2の、ものなんで、それをやると、今あるそのメインのネットワークと別のネットワークが使えるので、まあ、バイナンスで、まあ、なんかその送金とかやるときとかに、使えると。処理が早い、安いっていうのがある。ということで、まあ今ね、ノードの運用をまあ始めましたっていうことでした。これも結構ね、好感されましたね。まあビットコインのネットワークの混雑解消、手数料のまあ減少を狙っていくと。はい。で、もう一つ、最後。ジェミナイっていうね、アメリカの大手の仮想通貨取引所があります。で、ここがアジア太平洋地域の進出計画を発表しておりますと。でジェミナイはシンガポールオフィスのスタッフ数を増やして、インドにエンジニアリング部門を設立する計画を出しておりますと。で、今後1年以内により大規模に進出する計画と。で、アジア太平洋地域は仮想通貨とジェミナイの次なる成長の大きな推進力と考えておりますということですね。まあそういえば確かにジェミナイってアジアでやってませんでしたね。でもやっぱり今ね、まあ北米が一応最大のマーケットになってますけど、まあ今も中国もね、香港からこうマネーが流れようとしてるし、まあ多分将来的にはね、人口比から考えると、多分アジアが最大のマーケットになるので、やっぱそこを取りに行かないと、その大手の取引所としての地位が、ね、ないと思ってるんだと思います。で、このジェミナイはですね、このウィンクルボス兄弟っていうね、まあ、いわゆるね、ビットコイン億万長者。なんかビットコインだけで多分何兆円とか資産を削った人たちなんですけど、双子です。でちなみに、マイク・ザッカーバーグの、ハーバード大学時代のなんか友人らしいんですけど、その二人とかも結構インフルエンサーとしての活動とかもね、結構あるので、まあ、このジェミナイも、まあ、インパクトはね、あるニュースだったと思います。はい。ちょっとニュースが長くなってしまったんですけど、ビットコイン、イーサリアム、リップルのチャート分析していきたいと思います。ビットコインね、今28,800ドルを推移しております。昨日ね、29,000ドル一時期乗せました。
見事な、ね、大陽線で、このレジスタンスラインと、50日大均線も100日大均線も上に抜けたので、まあ、完全に上昇トレンドですね。で、4月14日から続いてた2ヶ月半ぐらい続いちゃったこの平行チャンネルを上に抜けたということで、まあ、このね、4、5、6月の苦しいこの下落相場を終えたのかなと思います。で、ちょっと引いてみてあげると、まあ、結構わかりやすいチャートになってて、こう、拡張型のね、こう、ウェッジの中で、しっかり押し目作ってきて、急騰して、で、今押し目作って上がろうとしているっていう場面なんですよね。まあ、上昇波で言うと、1波、2波、3波、4波、で、5波目なんですよ。で、僕は今年、このもう1波ぐらいあるんじゃないかなということを、ま、ずっと言ってきました。2万5000ドルぐらいの時もずっと言ってきたんですけど、これが今始まっているところです。まあ、つまり、今から結構強いね、大陽線が連続するような動きになりやすいんじゃないかなと思います。ここのチャンネルを見抜けた時点で、まあ、結構上目線に切り替えたショーターの人たちも結構いると思うんですよ。で、そういうレバレッジ勢とかも含んで、一気に今年の最高値の、3万1000ドルは超えてくるのかなと思います。で、次のレジスタンスラインは、まあ、一旦は3万2000ドルなんですけど、まあ、直近高値と近いので、まあ、もうちょっと行くかなと。とりあえずざっくり僕はまあ4万ドル近くぐらいまで伸びるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ僕を信じる人は、まあちょっとロングしちゃってもいいんじゃないかなと思います。ちょっと押し目待ちたいところではありますけどね。ちょっと4時間足で示しましょうかね。そうね、4時間足で示すとちょっと RSI が今変わりすぎて84まで行ってますので、まあちょっと押し目を待つのがいいかなと思います。一旦例えば、2万7000ドルぐらいまで押してくる場面とかあるかもしれないので、2万7000ドルってことないか、2万8000とか、うん。そういう場面で落ちてくるのを見て、うん、というかまああれか、4時間足の RSI が70以下に戻るまでちょっと待ってからロング、落ち着いてロングするのがいいかなと思います。わかんないですけどね、そのままね、続伸する可能性もありますが、まあ、4時間足の RSI も一旦ね、買われすぎラインに来て、押し目作って買われすぎラインに来てって、結構繰り返すので、まあ落ち着いて、まあそういうちょっとね、4時間足ぐらいのレベルで、買われすぎじゃない場面でロングするといいかなと思ってます。はい。とってもいい話だと僕は今個人的に思ってますけど。はい。で、イーサリアムです。イーサリアム1800ですね。イーサリアムは一応まだね、チャンネルは抜けてないです。今ちょうど50日移動平均線と100日移動平均線と、まあ、レジスタンスラインに阻まれているところなんですけど、まあ、一応ね、ビットコインに、まあ、ちょっとついていってはいるので、まあ、上抜けはするんじゃないかなと思うんですけど、まあ、イーサリアムを上抜け後ロングするよりは、まあ、ビットコインの方がいいかなと思います。結局、上昇率が高くて、ちょっと数字曖昧なんですけど、昨日もビットコイン 5% ぐらい上げた時に、イーサリアムは 2% ぐらいしか上げてないみたいな感じの、まあ、上昇率の違いがあるので、まあ、ロング狙うんだったら、まあ、ビットコインが一番やっぱりいいのかな、というふうに思います。はい、じゃあ次、リップルです。リップルが 0.496 ですね。0.5 にタッチしそうなんですけど、リップルはちょっと落ち着いてみたらね、この2年ぐらい続いてしまってる、この、チャンネルがありますので、やっぱりパンと跳ねたとしても、0.59 ドルぐらいで売られやすいと思います。なので、とりあえずその辺で僕は売り推奨したいと思います。キャンペーンとしては、バイビットが初回登録と、入金と取引で、最大3万ドル400万円分ぐらいもらえるキャンペーンやってます。で、これね、新規の人だけじゃなくて既存の人ももらえるキャンペーンありますので、ちょっと、キャンペーンのとこ、ボーナスかな?ボーナスのところよく見てみてください。そして、チャンネル登録と動画のグッドボタン、そして、Twitter、Instagram、TikTok もフォローお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。